本日はですね、テニスを効率よく上達させていきましょうっていうですね。で、テニス効率よく上達させるためにはテニスを理解してた方がいいので、まあまあテニス理解してるよっていう感じだと思うんですけど、まあもしですね、今日動画聞いてですね、あ、なるほどなってちょっとでも思うところがあったら、もうギューンと上達しますんで、ギューンといきますんで、まあ、知ってるよっていう感じだったらですね、まあ、申し訳ないですけど、最後まで見ていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。で、まずですね、競技性、テニスの競技性、まあ、エースを取りまくるっていう競技性じゃないのはもう皆さん分かってると思うんですね。ミスをしない、ミスしちゃダメですよっていう競技だなと。じゃあね、ミスって何なんだっていうところからまずちょっと考えていきたいんですけど、というわけでここでですね、問題です。問題、A 君、B 君、C 君、D 君、4人います。4人。で、球出しをしてですね、まあ、比較的強めに打ってくれと。で、5球球出しして何球入るんだっていう。で、まあ、もちろん5球全部入れば50点。で、それぞれ A 君、B 君、C 君、D 君のですね、まあ、1球目入った、2球目入らなかったとかっていう結果を今から出しますので、テニス的に、テニスの競技性的に50点満点中何点なんだっていうのをですね、まあ、ちょっと問題出しますんで、A 君ですね、1球目入りました、2球目3球目外しました、4球目5球目入りました。 B 君がですね、1球目外しました、2球目入りました、3球目外しました、4球目入りました、5球目外しました。で、 C 君、3球連続入りましたと。で、4球目外したけど5球目入りました。で、 D 君、1球目外したけどあと全部入れましたと。じゃあこれ、ね、それぞれテニス的に何点なんだと、まあ、これ、ね、かなり単純化、シンプル化した問題なんで、単純にこんなことじゃないんですけど、まあ、大枠こういう考え方ですよっていうところですのでね。で、まず A 君、50点満点中 A 君は10点です。10点。B 君0点。 C 君何点だと思います？30点です。 C 君高得点30点。 D 君もう4球入ってますんで、 D 君4球入ってるので、0点です。これね、どういうことかというか、っていうとですね、入れ続けるっていうね、つなぎ続けるっていうとですね、なんか全てがつながってるような感じすると思うんですけど、まあ毎回飛んでくるボールって違うわけですよね。スピードも違うし、高さも違うし、深さも違うし、で、自分の状態も違うんですね。走らされてる余裕がある。で、相手の状況も違うんですね。まあ、オープンコートがこっちにある、こっちにある、相手の体勢万全だ、万全じゃないとかによって自分が打たなきゃいけないところが変わってくる。自分の状況、飛んでくるボールも違うんだけど、打たなきゃいけないところも違ってくる。なので、毎回ですね、テニスは最初の1球なんです。つながってつながってじゃないんです。全てのショットが最初の1球なんです。って考えると、最初の1球目から連続して何球入れられるかっていうのが大事になってきて、で、これはですね、要は最初の1球目入りませんでしたって言ったら、もうその後はもう全てない。プラス、これ D 君なんかは1球目入らなかったけど、あと全部入りましたって言ったらですね、なんかちょっと微調整して、なんか打点がちょっと後ろだったの前だったなとかね、アメンがこうなってたなとかっていうのをちょっと微調整して、あと入るようになった。だから微調整して入るようになったのは技術はあるんですよ。あるんだけど、微調整が必要だっていうところはね、やっぱ問題なんですよね。最初の1球入れなきゃいけないのに、微調整が必要なフォームをしてるっていうだけで、やっぱりこれね、思い切りよく打てないと。なので、微調整のいらないフォーム。で、微調整がいらないっていうのは、まあ、面の向きですよね。面の向きがしっかりとボール当たるにあたって、まあ、それに見合った面の向きをしているかと。で、これがですね、数ミリ角度にして1度2度とか変わってくると、それだけでもう結果がね、バーンと変わってきますので、だからそれだけ、そこをしっかりと面の向きが作れるかっていう
毎回毎回それできるのかっていうところが大事になってきて、でその面の向きがね毎回ピタッとくるっていうのはどっちかっていうとアウトする要素がないっていう方が大事なんですね。だからミスはねアウトとネットがミスなんですけど、アウトがミスなんですよ。でこれはまあ他の、まあ、前にも過去にもね動画出したんですけど、このねこれ出したんですけどアウトがダメなんですよ。でそもそもねテニスっていうのはあのすごいね飛ぶ道具なんですね。コート内に収めるよりもコートの外にバン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 打つ方が、まあ、簡単で、それだけ飛ぶんですね。それを短くコントロールしてコート内に収め続けるとするとですね、やっぱり短く打つコントロールっていうのがそっちの方が大事で、ネット越すのなんて技術的には簡単なんですよ、飛ぶんだから。だからもうすげえ思い切り打たないとネット越しませんって言ったらですね、あのネット越すことが大事だよってなりますけど、ネット越すこと自体は簡単、越した後コートに収めるっていうのはそこが難しいんですね。でネットミスはね もちろんいいとは言わないんですけど、ネットミスが存在するっていうのはあのバンバン打っときゃ遠くに飛ばしゃネット越えるんだけど、そうするわけにいかないっていう、そんな遠くにばっかり飛ばすわけにいかないとアウトしちゃうから、だからちょっとそこ調整しようねって言って調整しすぎちゃったのがネットっていうのがまあ大枠、まあ単純に変なとこ当たっちゃって飛びませんでしたとかっていうのもそうなんですけど、まあ大枠アウトしないようにっていうコントロールをちょっとやりすぎちゃってネットかけちゃいましたっていうのがねまあ多いですよね。でするとですね、やっぱりネットよりアウトの方が罪は重くて、でアウトいっぱいするとですね、試合中アウトばっかりしちゃうとやっぱ怖くて触れなくなっちゃうんですよね。ネットをしてる分にはまだもうちょっとしっかり打とうとかっていう気持ちはね芽生えやすいんですけど、アウトいっぱいしてるのにもっとしっかり打とうぜとかってなるのは、ね、ちょっと難しいと、ね、そうするとメンタル的にもねアウトってあんま良くないんですね。そうなので例えばアウトのフォーム、アウトする要素をなくすとかっていう、例えばフォアボール打ちましょうねっつってこうやって打ってたらですね、スイングのほとんどが上向いてるわけですよね。面が当たる時だけアウトしない面になると、それだとちょっと外しちゃった時にすぐアウトしちゃうんですよ。だからこっちからこう、まあ、極端なこと言うとこうテイクバックしましょうね、まあ、ここまで極端じゃないですけどこうじゃないですよとかっていう話になってきて、バックボレーなんかもないですよね。こうやって打ってたらほとんどの面がアウトですよね。最後の最後当たる時だけアウトしない面ってなってくると、フォームの中にアウトする要素がね多分に含まれちゃってますよ、うん、だからこうだから、ね、こうしましょうね、こうじゃないんですよ、こうしましょうねって、そっから前に押すとややこしいんで力が入るように引いていきましょうねとかって話になる。もうフォアストロークもこうです。でこうやってテイクバックしてるって時点でこれでね打てないことはないんですけど、やっぱね面がもうこの時点で上向いてますので、これでこうやって下向けるってこれ相当大変なので上向きに なってますよと。バックのストロークもこうやってテイクバックするとこれでね下向きは大変なんですよね。でこうしとくとちょっと下向きとかっていうのもね簡単になってきますよ。でさらに押しちゃうと こっち側にやっぱ抜けやすくなってくるので、こうやって回していきましょうね、回していきましょうねというふうになってくるわけですよね。でそれを毎回行うためにですね、やっぱりシンプルにしていかなきゃいけなくて、でアウトのフォームをなくしつつシンプルにすると、だからシンプルっていうのも、ね、すごい大事なんですね。でなフォアストロークだったらこう先端が後ろ行かないようにずっとねもう拳でこう打ち抜くような感じとか、まあ、曲げたのを伸ばすだけですよ、肘曲げたのを伸ばすだけですよとかね、フォアボレーにしたってこのセットから手首を背屈するだけですよ、背屈する場所が打点になりますよとかってなってくると、意識する場所が小さくなってくるんで、もう全体意識するとかでも小さくなってくるんで、するとですね、まあ、シンプルになってきますよ。かといってですね、要はボールが飛びすぎるっていうことはすごい反発がいいんですよ。で反発がいいっていうことはコンタクトタイムが当たってる時間がですね短いんですよ。グーンっていくんじゃなくてパレーンってこうすぐ行っちゃうんですよね。なのでそんな中さすがにアウトする要素をなくしている
って言ってもですね、毎回毎回1度2度の誤差すら、許されないってなってくると、いくらシンプルですよ、アウトする要素ないですよって言ってもですね、人間なのでやっぱね、ちょっと多少のズレが出てくるわけですね。だここで大事になってくるのが、ごまかしが効くかどうか。ごまかしですね。多少のズレはなんとかこうコートに収めるために、ごまかせますよ。で、それが抜け感ですね。抜け感。だからその、この3つを揃えるっていうのを念頭にしていくと、一番大事な最初の1球目で微調整が必要ないフォームっていうのを作っていけますので、なのでまあそんなようなイメージでテニス練習取り組まれるとですね、非常にいいかなと、ね、あの練習なんか微調整だらけですもんね。ラリーとかしててもね、ああミスした、あもうちょっとこうやろうかな、ああミスしたとか、それじゃなくて1球目からしっかりと微調整いらないようにとかってやってるだけでも全然上達度合いがね変わってきますので、まあそこら辺のところですね。今日はね第1回目、これね第何回ぐらいなのかな、8000回ぐらいなのかな、わかんないけど、あのまあまあ続いていきますね。なのでまずは競技性を知りましょうっていうところですね。次回はですね、あの自分を知ろうっていうのも、もうそこも結構大事ですので、もうテニスは知ってるけど自分知りませんってなっちゃうと、やるのは自分ですもんね。だ自分の知り方とかそこら辺やってきますので、またよろしくお願いします。はい、じゃあ休場になります。